形式図 C50 形状機機関車は、日本国有鉄道の前身である、鉄道省が製造した、旅客列車牽引用のテンダー式状機機関車である。四五丸、四五0の相性がある。車軸配置2から6から0型の機関車で、1929年から1933年の間に154両が製造された。8620型をベースに、 空気ブレーキと給水加熱器を標準装備して近代化を図ったが、反面8620型で採用された、島式新無機機代車は採用されず、エコノミー式となり曲線通過性能はその分低下した。また、装備が増えた分、重量が増加し、牽引力は若干増したが、軸重が大きくなり、8620型ほどの汎用性は失われた。 C5068 以降の2次型は、道輪軸重バランスの改善のため、道輪全体を 200mm 交代させる、設計変更を行っている。本形式は、三菱造船所、汽車製造、川崎車用、日本車両製造、日立製作所の5社で154両が製造された。鉄道省向けだけでなく、 カラフト町鉄道向けにも4両が製造されており、1943年の南カラフトの内地化に伴って鉄道小石に編入され、C50155 から158となっている。製造年次ごとの番号と両数は次の通りである。製造処別の番号と両数は次の通りである。8650型はカラフト町鉄道に納入された鉄道小 C50 系の同型機である。基本的に鉄道省 C50 系の後期型と同じであるが、体幹構造の密閉式運転台が特徴である。空気制動機を装備していないため、元空気ため部分の乱暴度の段差がなく一直線で、わずかに後半部分が下がっている。1930年に、汽車製造で2両及び、川崎車両で2両の軽音量が製造された。 当初は8650型と称したが、後に鉄道省に準じて C50 型に改められた。1943年には鉄道省に編入され、C50155 から158となったが、日本の廃線と共にソ連に接収され、以後の消息は不明である。C50 系牽員の列車に乗り出征する恩師を見送る。 京都府立亀岡高等女学校の生徒たち。1938年5月11日戦前は、地方の旅客列車や小店一貨物列車など、軽量な列車の牽引に使用されたが、牽引力が比較的ある反面、重量があるため取り回しは8620型より、悪く、テンダーに設置された給水加熱器も不調で、簡略化した先はの構造からか脱線も多かった。 そのため C58 系の増備とともに戦前の時点で第一線を退き入れ替え用となるものが多かった。1933年6月時点における C50 系の配置状況は東京鉄道局28両、名古屋鉄道局37両、大阪鉄道局25両、文字鉄道局35両、仙台鉄道局11両、 札幌鉄道局18両で四国を除く全国に散らばっている。1941年には C51 から5が軍の要請により供出され海南島に送られることになったが都合により台湾に降ろされ台湾総督府鉄道で使用された。太平洋戦争後にこれらを引き継いだ台湾鉄路管理局では CT230 型となり、 入れ替え用として1960年代末まで使用された。本土に残った C50 型は2両が、戦災により、廃車され、1947年には147両が在籍していた。廃地区は、苗某、長町、小山、桐生、平、新鶴見、大宮、高津、飯田町、静岡、浜松、稲沢、梅小路、吹田、亀山、姫路、 岡山、広島、岩国、小郡、下関、行橋、鹿児島でかなりの量数が入れ替えようとなっていた。1955年3月末には144両が残っていたが、中型ディーゼル機関車の実用化に伴って量数を減らし、1960年3月末には140両、1965年3月末には76両、 1970年3月末には42両となっていた。営業用としては1968年の両毛線が最後で、最終廃車は1974年8月の C5036 であった。民間に払い下げられたものはなく、また C12 型とともに、梅工事蒸気機関車間の保存対象形式からも外された。一時型保存されたものはなく、 二次型に属する6両が保存され現存する。鉄道博物館等に保存されたものはなく、いずれも自治体に対応し、公園、公共施設等に設置しての生態保存となっている。ありがとうございます。